皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬武史です。今百条委員会が行われていまして、どうして百条委員会がこんなに長くかかるんですか、毎日やったらもっと早く終わるじゃないですかっていうご意見が多数寄せられています。今この百条委員会の最中にあっても議会のスケジュールというのはいつもと変わらず粛々と続いています。そしていわゆる狭い意味での公務、本会議とか常任委員会と呼ばれるものの他にですね、会派として自民党としてするお仕事もあるんですね。これらを全部こなしつつ同時並行で進めているのがこの百条委員会だから、どうしても時間がかかってしまう一つの大きな要因に、もう議員の体が開かないという問題もあるということ、少しご理解いただきたいと思いまして、今日は自民党会派のお仕事を皆様にご説明させていただこうと思います。まず年度が改まりますと新執行部の選出が行われます。幹事長と政調会長を選んで、それぞれの幹事長のもとに、副幹事長2人、政調会長のもとに副政調会長2人、それぞれ3名ずつ合わせて6名が1年間会派を引っ張っていく執行部ということでございます。執行部が選出されましたら直ちに正副部会長、各部会員を決めてまいります。部会って何とこうよく聞かれるんですが、この兵庫県議会にある常任委員会と同じ数、同じ名称でそれぞれのテーマを研究する部会というものを会派の中に作っています。全部でですね、警察まで入れて7つの、部会がございます。この7つの部会の、それぞれのメンバーを決定いたしましたら、この1年間を通してですね、何をテーマとしていくのか、各部会ごとにですねテーマを選びます。これはそれぞれの常任委員会が1年間をかけて研究するテーマと必ずしも一緒とは限りません。同じ場合もありますが、自民党としてもっとこれは問題じゃないかという場合はそれに新たに加えたりしてですね、1年間のテーマを決定していきます。そして7つの部会から上がった重要な政策課題の中でも、この執行部として特にこことこことここは調査を進めようという形で、7月にはこの、政調会が実施する、考え調査というものも行われまして、私は今期、文教部会の副部会長として、7月に行われましたこの考え調査にも参加をさせていただきました。やはり今回、常任委員会のほどもテーマになったのが不登校ということでしたので、非常に不登校の対策についてさまざまな、話し合いが出されましたし、兵庫県として行っている不登校の対策が本当に有効なのかということについてかなり突っ込んだ話があったんです。でそれは本当にですね、不登校の問題で一番最初にこう大きく傷つくのはまず親、それから情報不足、次にお金というような問題が、発生しますので、今不登校で悩んでおられる、ご家庭のそれぞれの悩みに本当にですねお答えできるような、学者ばっかり集めて単にこう研究するばっかりでなくてですね、もちろんそういう、知見も大いに利用しながらですね、一刻も早くこの不登校に悩む子どもさん本人と、ご家庭をですね、まあ、助けられないかなという形で文教部会のお話がありました。その他にもですね、文教常任委員会ではこの特定テーマは不登校なんですけども、やっぱいじめの問題ですよね、いじめの問題と不登校密接に関わり合っておりありますし、それから障害者の問題、特にですね知的発達精神障害と呼ばれる子どもたちの、これから親亡き後に対策についてなどについてもですね、この自民党の各部意見交換ということで相当突っ込んだ意見が出されました。まあそれを全て7つの部会で、終えた後ですね、政調会は、いくつかのテーマを絞り込んで、考え調査を実施します。今般7月に、私も、この、政調会が実施します、考え調査に参加をいたしまして、
東京と群馬県を視察をさせていただいたところです。まあ、この視察の内容につきましても写真などを皆様にご覧いただきながら簡単にお話をさせていただこうと思います。行われたのはですね、7月の9日の火曜日から7月の11日までの2泊3日で行いました。どんなところをまず見たかと言いましょう。最初にですね、東京都の、大田市場、ここを視察しました。全国でですね、もう最大の青果市場があるんですね。これ実際100分の1件にしかずで行ってびっくりしました。神戸市のですね、中央卸売場のですね、全面積が一棟ぐらいで、それがずーっと何棟もあるという非常に規模の大きな、市場でございまして、ここで様々な、課題と、それから有機農産物のですね、流通における現状と課題というようなことをお聞かせいただきました。まあ、ここで私が一つだけ、なるほどなと思ったのは、巨大な市場の建物の中に、競り場の大きさがね、神戸の中央卸売場と変わらないんですよ。それだけのものが流通してるのに、なんで競り場がこんな小さいんだろうかと思いましたら、もう全体流通量の競りに出る商品というのは1割にも満たず、競りもすぐに終わってしまうんだそうです。ほとんどのものは相対取引といいまして、すでに買い求める人が値段を決めていて、そこで、まあ、物品、産物をですね、交換していくというようなことが行われているので、まあ、巨大な大田市場も、まあ、ある意味ですね、生鮮食料品の、まあ、流通センターのような役割にちょっと置き換わっていってると。ということは、価格のですね、正当な、価格帯を決定するという一番の機能がですね、東京の大都市の東京でも非常に失われつつあるということで、これは大きな日本全体の課題でもありますよね。それから群馬県の方へ行きまして、群馬県ではですね、まあこれ昨年から大変問題になっております文州造林事業、これはまあオーナーさんから、山のオーナーさんから、行ってお金を預かった上で、県がですね、植林をしていくと。植林をして、30年とか経って、その木が木材として使える頃になったら切り出して、その利益を分配してまた新しい、木を植えていくっていう文州造林事業でも、これも破綻してるんです。で、兵庫県はこの文州造林事業の、破綻、総額が数百億円になるという、もう巨額の、まあ、負債を抱えて、もうこれから大変なことになるんですが、いち早くこの問題に気づき、課題解決に向かって歩みを進めている群馬県を訪問して具体的な、お話を聞かせていただきました。で、群馬県庁に行きましたんでね、すごいんですよ群馬県庁。30何階のすごい高層ビルでものすごく綺麗なんですけども、そこにですね、官民共用スペースの、熱源というのがありまして、まあ、まさに熱の元と書いて熱源というと、そこでですね、まあ大学生であったり企業の方だったり NPO だったりって方たちが、参画する、まあ、コミュニティスペースみたいなのがあって、非常に先進的な取り組みだということで、まあ、県庁再整備今止まってる状態ですけども、県庁再整備がなった折にはこういうものも入れていったらいいねという視察をさせていただきました。そしてまた東京に帰りまして、次はですね、3日目の最初は日本財団の方に、働く障害者サポートプロジェクトという取り組みを、拝見しました。これ私が担当したんですけども、レポートも私が書かせていただいたんですけども、これね、やっぱりね、福祉という概念ではダメだと。事業所というものをいかに福祉から切り離して経営改革を入れていくかということについての、講義でした。なるほどなと思わせていただいたのは、やっぱり先進的な取り組みではですね、何よりもその事業者の経営感覚が大事なんだということをよく学ばせていただきました。そして、身体の、障害者の方々っていうのはもはや市場ではもう金の卵と言われていて、そしてその報酬も、一般の人よりも大変大きい報酬を得ている一方で、知的発達障害あるいは精神障害の皆様についてはなかなかですね、 B 型作業所から外に出ることができないと。先ほど
自民党の、部会における意見交換会でも親なきアウト対策っていう話をしましたけれども、事実上 B 型作業所が知的発達精神障害の皆さんの親なきアウト対策の場となっているというような深刻な、なかなか今出口の見えない課題ですが、についても、視察調査が行われるところでございます。そして最後に文部科学省に行きましてですね、まあ、高等教育の、まあ、高校でですね、高校などで行われている高等教育の学費に関わる支援がこれからどうなっていくかという部分についてお話を伺いました。これはですね、今こう斉藤知事が進めようとしておられます、Z 型世代若者応援事業という形で、兵庫県立大学の授業料だけ無償化するとかっていう話があるんですが、実は文部科学省は、授業料のですね、後払い制度というものを入れて、まあだから奨学金とは違って後払いなんですね。そして一定の収入に達するまで、その支払いを免除するというような、方法を入れようとしております。もうこれすでに始まってるんですけども、これから本格的にそれが始まっていきます。さらに兵庫県が行っております、奨学金のですね、返済をですね、兵庫県内の中小企業に、就職していただいた方については、県とその事業者さんの間で、その奨学金の支払いをしていこうという事業もですね、兵庫県として拡充していく方向ですので、この2つをどのように整合性を持っていくのかということについて、かなりですね、話し合いが行われたところであります。このようにこの7月、いろんな研究などを各部会で行ってテーマを洗い出した後、9月になりますと各種友好団体との意見交換、これ要望の会というものが行われます。ここがですね、とても大事です。各種友好団体というのは自民党を応援してくださっているさまざまな団体です。もうすごいです。何十というですね、団体がございます。もちろんその例えばね、医師会とか歯科医師会さんとか、宅建業界とか、建設業界とか、もうありとあらゆる、この、団体の方がお越しになられます。これね、よくこれをしてですね、自民党は癒着してる、もう自民党はしがらみだらけだって言うんですけど、私ね、しがらみ大いに結構だと思ってるんです。ここで実際にその団体の人たちの今置かれてる状況をちゃんと聞かずしてですね、何が生きた政策ですか。私はこれは最も自民党らしく自民党の大事な仕事だと思ってるんですけども、ここで実際に話を聞きます。おそらく2024年、これ働き方改革が今年から始まりましたよね。流通業界、トラック協会の皆さんとかどうしてるのかな、去年厳しく言われたんですよ。これからもうコンビニができなくなるかもしれませんよ。本当にこの2024働き方改革は運輸業に厳しいという話を伺ってて、それなりに対策を講じているとは言いますけれども、依然厳しい状態下にある、まあ、トラックなどで運送業者の皆さんと、まあ、お会いもするわけですが、まあ厳しいお話が予想されます。まあ、それでも自民党はしっかりと皆様のご要望を受けたまります。この9月は要望です。そして9月に赤字で書きましたけども、重要政策提言というものをまとめます。この重要政策提言というものは知事に対して自民党としてこれが最も重要な政策ですという形で文書でしっかりと渡して口頭でも説明をするという会議があるんですが、ここに向けてずっと準備が進んでまいります。で、重要政策提言というものがまとまって知事に渡しますと、いよいよ9月議会、これ決算議会、これはね、9月の末から始まって10月いっぱいあるんですね。だいたい35日ぐらいあるんです。で、ここで決算を決めていきます。で、決算というのはこれ、まあ、令和5年度の決算を決めるんですが、もうこの決算議会で審議をされることっていうのは来年の令和7年度の予算に向けてのさまざまな下地となる部分がありますので、この9月にですね、次年度の予算について、まあ、ここでこの各種団体の要望でも予算をお聞きしてますので、ここでこの王に来年度を向けた、当局との審議をした後、
11月にはいよいよ東証予算、これは今からいきますと令和7年度の東証予算知事申し出というのを11月に行うわけです。で、来年度予算にこれとこれは入れてくださいという形で求めると。で、年が改まりまして、この3月にはこの報告があるという形ですね。まあ3月議会の前に大体まあ当初予算というのが県から発表されましたら、私たちが要望したものがどれぐらい受け入れられたかというのが分かりますので、各種団体の皆様にはご報告をさせていただくというのが3月でございます。そして3月議会が、3月の末から4月末までありまして、大体この1年間の自民党の会派としてのお話、お仕事が締めくくりを迎えていく、新しいまた執行部に入れ替わっていくということでございます。これが自民党の会派としてのお仕事です。本会議や常任委員会とは別にこのようなお仕事もありまして、またそれ以外にもこの百条委員会とは別に特別委員会もありますし、まだ他にもお仕事があるんですが、まあ、そういうことを毎年と同じスケジュールで、予算を要望される方、話を聞きたい方たくさんいらっしゃるので、それはそれで百条委員会をやりながらやっているというのが、私たちのお仕事でございます。だからゆっくりやっていいというわけではないんですけれども、まあ、そういうことも、なかなか普段皆さんご覧になる機会も少ないと思うんですけども、やらせていただいてます。皆様のご意見も、全部こういうところに私反映していこうと思いますので、SNS で頂戴するご意見も大いに反映していこうと思いますので、皆様のご意見もお待ちしております。最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。